し補正を石原知事とともに。綺麗でわけのわかんないおっさんたちがですね、まあ、最近おばさんもいますけども、当選しなくていい。夏の参議院議員選挙の前哨戦と目された東京都議会選挙。国民の絶大な人気を誇るこの2人が都内各地で多くの聴衆を集めていたその頃、肝心要の都政のキーマンは遥か1万3000キロ彼方の南海の孤島にいた。東京都知事石原慎太郎、彼が訪れたのはガラパゴス諸島。およそ5000種の生物が生息し、そのうちの 40% は世界でここにしかいない固有種という生き物たちの宝庫。進化論の島としても知られるこのガラパゴスで、石原は何を見、何を思ったのか。新たな世紀を迎え、混迷深まる日本。小泉総理の掲げる聖域なき構造改革に国民の期待と不安が交錯する中、東京から日本を変えると高らかに宣言したこの男は、今いかなる改革を目指すのか。教育改革、日米安保、地方分権、各界の専門家と徹底討論。日本人はいかに進化すべきなのか。目指すべき道を石原慎太郎が明かす。まじないをかけて動けないようにすること。与党の選挙制度改革案に反対する野党が衆参両院で審議を拒否、重要法案が山積みとなった今世紀最後の国会は、まるで呪縛をかけられたごとく与野党の睨み合いが続いている。これ果たして日本の民主主義のやり方かと思うと本当に情けなく、こんなことで日本の意思がどうなってしまうんだよ。田舎氏はやめろって言うんだよ。公明党が言ってるぞ。一体なぜこんな事態になったのか。一体誰が呪縛をかけたのか。もうすぐ迎える21世紀、国民を代表し国家の舵取りを任されたはずの国会議員は、自らの役割を何と心得ているのだろうか。民主党代表鳩山由紀夫、公明党代表神崎武則、与野党トップが緊急生出演。両代表に問う。あなたにとっての民主主義とは、そして国民の将来とは。一体呪縛はいつ解けるのですか。国会のパワー全て野党に原因があるんだと、まあ、亀井さん言って帰りました。